まあ、うちはチーム力、まあ、一つのライブ舞台でもある。その中で、まあ、私は指揮者でもあり、そこで演じることもある。いずれ自分がお店を持った時に、自分が指揮者になる時に、いろんな楽器が使えて、それでそれを分かって指揮をする。使いながら、技法はジャパニーズというね、魂はね、はい、技法は江戸前、野菜と魚はハワイ。これは花屋与平さん、200年前にお寿司、握り寿司を最初に始めた人ですね。花屋与平さんがハワイの海に来て釣りをしているところですね。こちらがモイですね。与平さんがハワイの海に来てモイを釣って江戸前にすると。これはね、秩父のね、宮本さんが掘ってくれた彫刻ですね。これがモイ、モイですね。モイ、ハワイの王族が食べた魚、モイ。ハワイの王族が食べた魚ということで、ぜひ使ってみたいと。まず職人として、何が幸せかというのは、新しいものに出会い、それを日々こうドキドキしながら考える。もうその素晴らしい旬季節があるんだけれども、それを継続する、常にやっていくことも職人。ただ新しいことがだんだんできなくなってくるんですね。そういう意味では、そういうものがない、なるべくないところに行って、そこで新しい旬を作る。ハワイにはまだそういうものが出来上がってない。それを新しく作っていく。春は、夏は、冬は、そういうものを作っていくことの楽しさ。寿司職人には心技空という言葉がありますが、心、ハートですね、技、技ですね。空、空というのは空気、空気を作る力であり、空間を作る力。つまり、まあ、技術があってもハートがなければ、心がなければお客さんとのコミュニケーションはよくいかない。だからまずは心を持つ。これが我々寿司職人の修行であり、その後に技を持つ、手当てをする。で、一番最後は空気を作る。まずうちでは一番最初に入ってきた1年生、最初の子は掃除です。まず挨拶と掃除、これが基本です。挨拶掃除ができれば、そうですね、寿司職人のまず半分は合格です。その後は、包丁を触るようになりますね。まずはまかないです。料理を食べること、料理を作ること、これが好きでないといい職人にはなれない。お店で使う野菜ですね。あとは魚の頭を落とす、鱗を取る、その後に魚を下ろすという作業になってきますね。で、同時進行で、昼間は仕込みをやる、まかないを作るってこともやりますが、まあ、うちではまず夜の営業で、表サーバーウェイターですね、接客をするっていう、そこが同時進行で、それがきちんとできること。その後にお客様の電話予約を受ける、名前を覚える、いつもお世話になっております、この電話が受けられるようにならないと、まず次の段階にはステップできない。両方が同時に覚えて、心のある職人に。あと明かしてください。まずうちのセカンド、佐藤拓也と言いますけど、でその下が善田康史ですね。善田康史は、まあ、もう15歳からずっとやってまして、
今32歳、私の横にサポートしているのが、松倉宗平といって、彼はもうキャリア20年ぐらいありますが、でその下にいる赤池亮、まあもう松倉にしても赤池にしてももちろん全部も修行してるんで握りもできますしね。あとは一番下にいるのが出貝慶、出貝慶というのは、まあ、うちの子がいで、でもね、うちの時はこれね、あの寮生だからね、白子と真子がちょうど両方入ってますっていうふうに出したの、こういうやつはね。だからこういうのは使っちゃっていいよ。ハワイの魚を使うにあたってはもう大変です。でここに来たのが7年前に来て、まあ、あのここがオープンするまでの間、いろんな島を回りまして釣りをしていろんなものを試作してきましたが、びっくりしました。で最初はハワイ産が入らないので台湾のモイを入れました。で今はあのモイを釣ってる人がいてね、数は少ないんですが入ります。モイをまずにつけるようになったのは、最初は塩して酢にして小肌のように使えるのかなと思ったんですが、どうしてもねうまくいかない。それでどうしたらいいのかっていうのはもういろんなことをやってみました。で最後にたどり着いたのが、まあ本当に原点回帰、昔の伊豆市というところにいたり、まあうちの赤酢のシャリを使ってできないかなってことで赤シャリ麹というものをまず作ってそこにつけると、これもあの本当もうどうなるかっていう試行錯誤の中でまだまだ完成ではありません。ただあのこれからね、あのもっともっといろいろ考えて美味しいモイのいずしを作っていこうと。やっぱりこう昔の人がやった仕事っていうのはすごく理にかなっているので、原点を見つめ手間のかかることで美味しいものが作れればいいなと、そう思っております。卵焼きは、まあ、寿司屋ではねすごく大事なポジションになりますね。江戸前の卵焼きっていうのは大体自然薯を入れて芝エビを入れてっていうものがありますが、まあ、ここはハワイなのでハワイの地のものを生かす、まあ、そしたらもうハワイといえばタロイモ、タロイモ入れるのと、あとはモロカイ島のエビ、これがすごく希少なエビなのでそれを入れて卵焼きが作れないかと。もう作り方とかレシピはもう全く日本の江戸前のまんまです。直感ですかね、オパを使ってみたいと思った、まあ、市場に行っていろんな魚を見た中で一番使ってみたいと思ったのがオパでしたね。オパという大きな赤マンボウですね、日本でいうオパという魚がありますけども、まあ、最初私がハワイに来た時にオパを見てこれ何か使えないかなという中で、まずは解体していろんな部位を試してみました。これ身は取っちゃってるんでほっぺのところだけ今取りますんで、頬のゼラチンを何かに使えないかと。頭だけでもう3分の1ありますから大きい頭です。ほとんどみんな捨てちゃうんですね。でこのゼラチン素何かに使えないかなと思って、あとはハラスの脂のあるとこはでかすとお味噌につけてやきものにして
でハワイならではのフィンガーライムを添えて、カラマンシー5種を作ってそれでお出ししてます。ラウラウというのはもともとハワイの郷土料理で、もともとはタロイモの葉っぱで豚とか鶏を巻いて蒸す保存食ですね。でそれをこっちで食べた時にどうにか寿司醤風にアレンジできないかなと、まあ、うちのラウラウに、ラウラウというのはタロイモの葉っぱで巻くんでちょっとサーモンが硬くなってしまうんで、ほっぺを一緒に入れることで長時間蒸しても柔らかくなるんですね。さらすというのはこうお互いにさらすということでね、板前も全部自分をさらす、お客様を晒すという中で、我々はお客さんを食べているところを見て、食べている所作を見ながら、お客さんも我々の所作を見ながら食べる、常に相対する、まあ、非常にこう飲食の中では特殊ですね。なんかその中で我々もお客さんを判断するし、お客さんも板前を判断するし、そういうキャッチボール、コミュニケーション、そういう場所が寿司屋ですね。ダンジネスクラブ、サンフランシスコのカニです。ちょっと酢のおぼろが入ってありますね。ラウラウ、これはタロイモの葉っぱで、サーモンとオパのほっぺたを巻いて蒸しました。上が土佐酢のジュレ、下がアスパラのソースですね。オパのハラス、これはボストンのあん肝です。これはチェリーストーンクラム、ロスの貝ですね。さっと煮浸しにしてあります。これはモイです。モイをイーにつけて3週間発酵させました。慣れ寿司、伊寿司でございます、はい、ハワイ版のおはぎ。人を作る、魚を作るよりも難しいのは人を作る。従業員とかそういう給料とかっていう関係ではないんですね。だから親子、その中で子に対してどう思い育てるかというのが、これはねハプープ。うちはスタッフが全員で15人います。今いる子たちがきちんと教えて、ローカルの子たちを育てて、ゆくゆくは、彼らがみんな独立して